岡県三方ヶ原の農村建設青年隊は、土地改良や開拓に尽くそうとする農村の青年たちが集まって訓練の毎日を送っています。やがて新しい国土開発に巣立っていた富山県の青年開発隊、今は雪のために外の作業もなく、農耕機の説明や学科の補修がほとんど。この青年たちは南米移民を志す農家の次三男ばかり。写真や地図を広げて遠いブラジルへの夢は尽きない様子ですが、まだ実現の見通しは立ちません。静かな山あいの長野県大滝村は、愛知用水のダム建設で湖底に沈むことになりました。すでに測量も始められ、御嶽山登山口として知られたこの村に住む180戸の人々は、やがて故郷を離れていかなければなりません。新しい移住地を求めて村の人々はバスで候補地探しに出発しました。一行は愛知県阿磨郡のもう完成も間近い鍋田の干拓を訪れ、初めての広大さに目を見張るなど、入植地を求めて視察を続けています。